大学生でゲーム実況してて年収800万ですが就活をするかもやってます多分底辺企業しか入れないんですが生活した方が良いと思いますかいいえいやゲーム実況で800万あるんだったらそれそのまま続けた方が全然儲かると思いますよなのであの今のまま行った方がいいんじゃないかなと思います